じゃあ行きます、緑茶さん行きますよ。3、2、1スタート。さあ緑茶さんがスタート、20秒後に SMD さんがスタートですが、これはでも結構皆さん強いプレイヤーが多いんで、決勝戦は特別にいい試合になるんではないでしょうか。さあでも圧倒的に強かったのは、一時期の陣八さんを見るような形で緑茶さん今、あ、いきますよ、スタート。さあ SMD さんがスタート、陣八さんが20秒。一時期の、陣八さんの強さを彷彿させる緑茶さんですが、その陣八さんも決勝に来ているので、まだまだ若い者には負けられないという気概を見せていただきたいなと思います。さあその陣八さんいきますよ。5、4、3、2、1スタート。さあこっからまだ30秒あります。スリーセムさん無理だわと言ってますが、いやいやまだそんなことは分かりません。さあ優勝候補筆頭の緑茶さん、これ大丈夫か、何が起こったんだこれ、見てない間に。さあ復活できるか、これはちょっと0100からブレーキ。さあ37さんが10秒前。さあなんとか復活しました。緑茶さん OK、 いきます。37さん5、4、3、2、1スタート。さあ37のスタート、全員スタート。ここは113が、現在のトップ、緑茶さん。さあ他は緑茶さん、あわや窒息かというところまで行きましたが、なんとか。さあここ方が来なさすぎと言っておりますが、とりあえずは現状トップは140、追いかける SMD さんが117、そして陣八さんが90台、そして37さんが30台といったところですか。さあ陣八さんがまず100突入、1分6秒。さあ37さんが今50台に入ろうかというところ、そして SMD さんは140台ですね。さあ差が結構0100からちょっと緑茶さんのトラブルがあったんで、アドバンテージをもう使ってしまった形になっている。さあまだ危ない、まだ危ない。緑茶さん大丈夫か、これは妥協はしなかった、うまい。ここは棒をしっかり待ちました。さあここは九死に一生で緑茶さんはクリアな地形に。さあそして他のプレイヤーは、さあそろそろ37さん、あっと37さんもちょっと嫌な地形、37さんが今100突入。さあ陣八さんが160、さあ SMD さんが今200突入。さあトップとの差がもう30。さあそして陣八さんもここは1000円と木戸さん顔色が変わりましたが、さあここはしっかりと。さあ今200に突入。さあこれはかなりいい決勝戦になりそうだ。さあ37さんはちょっとビハインド10秒は重いが、あーっと陣八さんちょっと地形が良くない形になっている。ただ今回皆さん地形があまり良くない戦いなので、これは後半戦一番良くない。あーでもフリーセムさんももうかなりいい感じで積み込みができる状態になっています。さあ37さんが今、さあ200台に入ろうかというところ、今200突入。現状トップは318。緑茶さんも決していい地形とは言えない。さあしっかりと棒を右に押し込んで穴を回収したいところ。さあ陣八さんはクリアの地形に戻っている。 SMD さんがこれかなりいい状態で今積んでるんじゃないですか。今300を超えて307。さあ差は緑茶さんとは詰まっていないが、ここはさあ陣八さんは水色待ち。さあここはしっかりうまく妥協して今300台突入。さあ雲がちょっと陣八さん合ってないですね、これは。さあ合っていないが、ここはうまくさばく。ここの辺はさすがにプレイヤーとしてのスキルが高いですね。さあ37さんもちょっと真ん中中央に棒待ちになってしまったが、これはうまく対象できるかな、どうかな。さあここで今右側に穴を開けてしっかりと今300台突入。37さん300台。さあ緑茶さんが420台。さあ緑茶さんも地形が完全にクリアになっている。さあここで皆さん地形がクリアになりましたね、全員ここで地形がクリアになりました。さあここから今 SMD さんが400台突入。さあ差はちょっと緑茶さんと開いたか、
開いたが、まだ、340といったところ。さあ、ジンパスさんが今4位が入ってきた。さあ、現在突破460。これはまだ全然わからないぞ。さあ、37さんも先ほどまでは若干雲に苦戦していましたが、今はかなりいい形で積み込める状態。今一旦地形をクリアまで持ってった。さあ、そろそろ緑茶さんが 20G に入るぞ。さあ、緑茶さんが今 20G 突入。5分15。これはなかなかの好タイム。さあ、そして今37さんが400台に突入。さあ、トップと4位の差が100。さあ、ここで次に20時に入るのは SMD さんかと思われますが、さあどうだ、 SMD さんが今20時突入。さあ、そしてこの次はジンパチさんだが、ジンパチさんもちょっと雲が悪かったのをうまくリカバーして今20時突入。さあ、これは緑茶さんが今570台に入ろうかとしています。さあ、37さんはちょっと10秒の出会いのが重いが、こっからが37さんの時間帯。 20G に入ってからの追い込みがすごいものがありますので、ここは期待したいところ。現状トップは今600に緑茶さんが入りました。さあ、そして今37さんが500突入、 20G に入りました。さあ、37さんがここからどこまで追いつけるか。さあ、 SMD さんが今570台、陣八さんが追いついてきてるか。さあ、 SMD さんを、陣八さんが捉えようとしていますが、まだこのセクションでは難しいか。さあ、緑茶さんが先ほどからちょっとクリアにしては地形をあまり良くない状態にしてしまうプレーが続いている。さあ、陣八さんが今600突入。 SMD さんとの差がほとんどなくなってきた。うまい、ここはうまく水色をさばいて追い追撃体制を整えています。さあ、37さんも今580台に入ってきました。さあ、これは面白い戦いですが、ちょっと抜けてきたのがやはり緑茶さん。ここまで絶対的な強度で勝ち抜いている緑茶さんが今700突入。さあ、現状トップは700。さあ、差が詰まらない。なかなか、さあ、追いかける SMD さん、そして陣八さんが今670というところか。さあ、ここは面白い戦いになってきましたが、37さんもかなりこれを詰めてきてますね。さあ、37さんが今650台に入りました。さあ、 SMD さんが今700突入、陣八さんも今700突入。さあ、この2人はほとんど横並び。そしてトップの緑茶さんがまたちょっと地形を崩している。さあ、地形を崩してはいるが、ここはなんとかできそうな地形ですね。大丈夫そうです。さあ、そして37さんが700台にそろそろ、今700台入りました。さあ、37さんもなかなかいい追い上げを見せている。さあ、陣八さん相変わらず相撲が噛み合ってない。なかなか厳しい。さあ、そして緑茶さんが、一時的に今、左待ちになってしまっているが、今800台に突入。さあ、ここで陣八さん棒引きました。ここは陣八さん形をクリアにできそう。さあ、そして SMD さんは完全にクリアな形になって、そろそろ800台に突入しようかというところ。さあ、この2人どっちが早い。800台突入。さあ、どうだどうだ、面白いぞ。さあ、崩れてるのは陣八さんだが、ほぼ同時、ほぼ同時この2人。そして追い上げる37さんが今もう780台に入ってきている。さあ、後ろから追い上げる3人はなかなかいい形で追い上げているが、うまく逃げているのは緑茶さん。さあ、今37さんも800台に入りました。陣八さんちょっと怖い地形。さあ、陣八さん怖い地形をうまくさばきました。さすがテクニックはものすごいものがあります。さあ、今 SMD さんも今850台に入ってきて、緑茶さん完全また地形をクリアにして、そろそろ900台に入ってこようかというところ。レベルトップ、さあ、今900台突入。さあ、これはちょっと緑茶さんのスピードがなかなかのもんなんで、追い上げる方がしんどいか。さあ、今次に900台に入るのはどうだ。さあ、陣八さん来た。陣八さんが900台突入。差が30程度かな。この差はなかなか埋まらないと思いますが、トラブルではひっくり返る可能性はまだあります。さあ、そして37さんもそろそろ900台に
今入りました気合台突入。さあ37の気合台突入で現在トップは緑茶さん、そして人髪さん、 SMD さん、37の順。さあ緑茶さんが軽快に積んでいく。緑茶さんがどうだ、これはさあ今90台に入ってしまった。これはバンジキュースか。さあ他のプレイヤーはどうだ、ちょっと厳しいか。今緑茶さんが GM1 位優勝しました。さあ2位は今日は完璧に強かった緑茶さん。さあそして2位はどうだ、2位は陣八さん、2位が陣八さん、3位がさあ SMD さんが先ほどの敗者復活のリベンジ、今3位、4位が今37さん GM、 決勝戦全員 GM でしたが緑茶さんがうまくアドバンテージを使い切って優勝しました。完全優勝おめでとうございます。